海龍さん、こんにちは。これからですね、仕上げ工事の、ね、問題の4ですけども、ここをやっていきましょう。で、この仕上げのところはですね、25年度の問題は8問型ということで、文章を書かせるのではなくして、ここはですね、誤っている単語、数値、用語、数値、そういうものを指摘させて、そしてそれを訂正させるということです。したがって論文を、文章を書いてくださいというところではありません。したがって、ここは一つ一つですね、用語を正確に書くと、ね、いうことです。その辺のところはむしろ知識が問われるということですね。それでは試験に具体的に今年は、ね、予想としてはどうなるのか。まずは防水が出ますね。防水の方で今年はね、合成高分子系 のルーヒン、アサドルーヒン、これの多分施工が一番最初に出てくるでしょう。そしてその他です、屋根工事ね、こっちは長尺金の金属の加工、これのどういうふうに加工するかといったような問題の数値が出てくると思います。ここはですから数値をちゃんと設定する、数値と用語を整理するというね、文章を書くんじゃないですから、この辺を一つ、ここを、テキストにも書いてありますので、そこのところ文章ちょっと読んで数値で簡単にしていてくださいね。それからあとですね、左官工事のところではセルフレベリングね、要するに大体10ミリぐらいこう打つわけですけども、石膏系とセメント系があるんですけど、それを流し込むとね、そういう時に通風の問題がよく試験に出てまいります。今年もおそらくそれが出てくるでしょうね。そういったような数値と用語をしっかり清書。それから次は建具関係、これはですね、建具のその据え付けるアンカーの位置ね、これだいたい端っこから要するにアルミニウムの建具であれば端から150mm、それからあとは残りは500mm 間隔ぐらいにこう溶接して、窓枠を止めていくと、こういったような事柄と、それから窓の下に靴ずりなんかあるんですけど、これは靴ずりの場合はドアがアルミであってもこれはステンレスしなくちゃいけない、そういうルールがありますので、そういったところは多分今年の意味ではないかということですね。それからあとはですね、軽量鉄骨の下地に対して石膏ボートを貼り付けると、ね、ここのところのですね、基準的な留め付ける間隔、こういったところは今年出るのではないかということ。それからあと軽量鉄骨の天井の場合のですね、触れ止め、あんまり高いとですね、高台地震が触れてしまうので、それを触れて止めなきゃいけないということで、ある程度の180センチ、ミリで試験に言いますね、1800ミリの間隔になった時には触れ止めを設けなきゃいけない、こういったような間隔に設ける、そういったところは今年の出るところだということで、具体的に、じゃあどういうところに、ポイントを見て学習すればいいのかということをこれから説明していくことにいたしましょう。でまず第一にですね、まず防水から入りますね。から仕上げですから防水管、今年はだから合成高分子系のルーヒングの施工が出てくるんじゃないか。例えばこういうものですね、要するに合成高分子系ルーヒングシート防水の接着工法におけるシートの貼り付けは原則として、これは水上側のシートが水上側のシートの上になるようにね、こういうふうになる、こういうふうになるようにやるわけで、高いところ引くとこういうふうになるように行い、この下地はですね、こう部分接着じゃなくて、これは部分でくっついたら風で飛びますからね、これ全面接着としてできるだけシートに引っ張っていけないね、縮んじゃうからね、だから引っ張りを与えないようにしわがないようにこう、施工していきますよ。こういったところが試験のポイントになってくるというね。だから貼り方、シートから、これは常識だからこれは問題ないとね、上か下か、それからこれ引っ張りを与えると縮もうとするからダメですね。だからこういった引っ張りは与えませんよと。それから接着の方法はですね、これは部分接着じゃなくて全面的に貼り付けなきゃいけませんよ。こういったところを整理しておく必要があるでしょう。ただこれは過去の問題ですから、だからちょっと違うところを合わせて整理しておかなくちゃいけないということになりますね。例えばポイントとしてはですね、これはここですね、次に出そうなところはだからこの下地のこの目地の処理においてこの AC パネルの変動の大きいパネルだな、これはだから 50mm 幅の絶縁用テープを貼り付けて幅 300mm 以上のアスファルトルーイングを縛りしておく、こういったことだな、こういうところにちょっと注意をする必要があるでしょうね。
それからあとはですね、この施工の貼り付けのところではですね、まあ、こういったような、例えばこういうところですね、あ、ここか、これはこうですね、接着法はオープンタイムを確認してルーフィングにこの引っ張りを与えずにローラーでシワをなくして全面接着で、これ今回の回答ですね、今回の回答のところになってきます。まあ、これは今年は前の時はここは問題になってるわけですね。それからここ今年あたりひょっとしたらこれかも、ルーフィングの重ね幅は縦横とも100以上にしてくださいよと、ね、でこのあたりがおそらく数値として出てくる、ね、だからこの4番の AC パネル 50mm 幅の絶縁テープと 300mm 以上のアスファルトルーフで貼り増しするということがこれの基本ルールですよということで、このキーワードはおそらくこのあたりが仕切れるということですね。ですからここは違いますよ、これは全面接着ですよ、ここのところは正しいですよ、まあ、こういうことですね。これが今年の、おそらく仕上げの一番の、問題はこういうような高分子系のルーフィングの施工が出てくる。それから、今度はですね、2つ目はこれは縦具の方に入ってきます。今度は縦具の工事の方に入っていきましょう。で縦具ではですね、これはアルミニウム の縦具について見てみますと、この枠ですね、枠のアンカーの取り付けは、まあ、枠の中にこう鉄筋がありますので、枠の隅より大体150ミリ内外を端として、そして中間は500ミリ間、この数値ね、これは今年はこれかこれか曖昧になる、これ正しいんです、ここはね、だからこう曖昧な枝としてこれとこのいずれかが出てくる可能性がありますということですね。で靴ずりをステンレス製とする場合は厚さ 1.5 ミリを標準とし、仕上げはナンバー 2B または HL とすると、また一般に破損および、破損防止のために、靴ずりの裏面のモルタル詰めは取り付け後に行う、これ取り付け前に行うんですねということなんですね。これが前の問題でしたけども、今年はおそらくこれとこれが誤りとして出てくる可能性があるので、しっかり整理しておいてくださいということで、ちょっと考え方を見てね、アルミニウム縦の取り付けで枠の隅で150ミリ内外の端部を押さえて、間隔は500ミリ内に溶接で二重に鉄筋くっつける、この150と500、これしっかり覚えてくださいね。それからまあこれは今年は、今回は25年で出ることはないんですけど、まあ、回答として靴ずりはこんな表があるな、厚さは大体これ 1.5mm、 ここだから問題の方とちょっと整合してますね。これは試験で、でここは、ね、アルミニウムなんで、アルミニウム縦癖なんだけど、これはステンレス製の鋼板を使わなきゃいけませんよと、こういうふうになってるね、こういうふうになって、それからちょっとなんかね、こういうのはちょっと分かりづらいですから、ちょっと解説のテキストのも出てますので、これはね、このナンバー 2B っていうのは、これは JIS の R6001 にこう決まってるんだな、どういうふうにして仕上げる方法はここに決められてるんですね、こういうところまで試験出ませんから。だからヘアラインの方の仕上げは、ヘアライン仕上げの方はこれは JIS の R6001 でこれ決まってるんですね、基準の通りに仕上げていくという研磨の方法ですこれね、ということがあると。だからこんなところは間違いになることはありませんから、だからポイントはだから今年はここのところをしっかり整理しておくというところが今年の2番目の重要なと。だから150内外のところで止めて、その後は500ミリ間隔に行きますよ、こうやってね、まあ、こういったところを一つまず整備をしておいてください。それでは続いてですね、今度は3番目の問題いきましょう。そうすると今度はですね、内装工事ね、これは軽量鉄骨 の下地の石膏ボード の取り付けのところで、石膏ボードね、内装関係に入ってきます。で読んでますと、内装工事における軽量鉄骨下地に石膏ボードを貼り付ける場合はね、下地にですね、大体10ミリ以上の余剰が得られるようなドリリングタッピンネジ、まあ、これつけますからね、タッピンネジ、これは正しいでしょ、留め付けて、その間隔は天井ボードの周辺部は150、中間部は200、壁ではですね、ボードの周辺が200、中間部は300、まあ、今年だったからこういう、どこが間違って出てくるか分かんないよ、だから天井ではと書いたら150と、いや壁ではね、ボードの周辺が200か中間部が300ですよ、ね、この間隔に留め付ける。でまた留め付けの位置はいずれもボード周辺部端部から、だってこれは10ミリなんだな、こんな 3センチも入ったら大変だから、
大体10ミリ程度の位置として、ネジのボードがボードの表面を少しへこむ程度、こういう確実に染み込んでくださいよというのはこのポイントですね。それからあとですね、まあ、これ回答ですから、ここがこういう数字を今年は覚えていかないね。天井ではこれだな、これ壁ではこれ、覚えておかないね。壁ではこれね、だから周辺部は、まあ、これを2回すぐ出ることないから、これは10ミリですよということですね。それからあともう一つですね、ボードの壁のボードのところですね、ちょっとここの下のところ、これ水を含むと嫌がるので、ボードはでここにパッキンをこうちょっと詰めて、こうパッキンで50ミリのパッキン、50ミリね、10ミリぐらいのパッキンをつけて、そして留め付けていくということで、ここに下にベタッとこう下がくっついちゃうと、水分がこう上がってきちゃうから、水分がね、そしてこれ自身が非常に軟化してしまうということで、ここだから、このクリアランスが大体10ミリぐらい取って、まあ、こういうのひょっとしたら出てくる可能性があるかもしれないね。まあ、そういうようなことで、ここのタッピンネジのところはこれ10ミリ、これも10ミリですね、ということです。だからこういうボードの下に置くクリアランスも大体10ミリに開けましょう。それから今年は天井は150、中間部は120、壁ではですね、さっき言ったようなここの数字だな、中間部は壁では200と300、ということで、ここだ、端部から10ミリ程度、内側だ、これは10ミリと、こういうふうに答えます。今年はですね、留め付ける間隔を整理しておこうよと、ね、天井と壁のところの間隔、それからひょっとしたら、こういうボードの一番下のですね、水分が上がってこないようにクリアランスを10ミリとるよと、この数値がひょっとしたら出てくる可能性がある。それから今度はですね、金属格子、まあ、こっち行きましょう。そうするとですね、軽量鉄骨下地のですね、釣りボルトの間隔、これは900、これも覚えておかないですね、900、900間隔に入ってるかな。そして周辺部はですね、大体、この150ミリ、ね、150ミリ、端から、ここな、書いてます、あ、ここは150だな、端から、この構造物の端から大体150ミリ、であとは900、900、900、900とこうね、釣りボルトは順番にこうなっていってるわけな。何かとし、延直につける、まだ天井の懐が1500以上の場合には、今ですね、これ1500以上、ね、この場合には、2700ミリ程度に釣りボルトの振れ止めを行う。だって90ミリずつ入れてて、3回だって2か所、180、この間隔でもって、振れ止めをつけていく、ね、ここ150ミリ高くなってなると、天井の深さが150ミリになっちゃう、そういう時は、途中にですね、振れ止めのやつを、こういう振れ止めの材料を入れて、これとこれを入れて止めていくと。間隔はだから180センチ、あるいは、ミリでいけば1800ミリですね。で、振れ止めの補強を行います。ということで、この辺りのですね、ポイントは端から150、900、今年はこういうところを整理しておこうよということですね。これはもう去年、この間出たやつだから、その続きは出るんですが、今度違うとしたらこういうところをしっかり、釣りボルトの間隔は900、それからどう止めるかと、端からだいたい150ですよ、まあ、こういったところを整理しておくというところが大事ですよと、こうなりますね。はい、それから続いて、それでは続いてですね、今度屋根工事の関係が出てきますよということで、ね、屋根工事の場合は、屋根工事において長尺金属板をですね、現場で折り曲げて加工すると、そして塗装またはメッキ及び地肌にですね、亀裂が生じないように鋼材に切れ目を入れて折り曲げる、こういった加工する材料に切れ目入れちゃいますとですね、疲労するし、そこから錆が出てきますよね。だからこういう切れ目を入れちゃいけない、入れずに折り曲げるということね。それから、まあ、耐酸皮膚鋼板を陶器で折り曲げて加工するときは、これはバリバリとなっちゃうので、少し加温してから、温めてからこう曲げる、それはあるよとね、加温してから曲げるということはありません。それから金属板をですね、小刃で掛けとする場合は、まあ、こういう刃でですね、こういう小刃で掛けとするような場合は、こうやって刃を作る場合は
毛細管現象によって雨水の侵入を防ぐようにハゼの折り返し寸法と角度に注意しましょう、まあ、これは正しいことになります。ね、これも水がこう浸透してきますから。ということで注意点としてですね、まあ、小ハゼ掛けの留意点として、亀裂が生じないように行って、これ切れ目を入れずに折り曲げる、ね、特に箱の隅、箱型の隅は、ね、注意して形に合わせてください。そして陶器においては、まあ、材料を加工して加工しましょう、ね、小ハゼのハゼ掛かりについては毛細管ゲージ水の侵入を防ぐためにこれも15ミリぐらい、これも覚えていきましょうね。小ハゼ掛けのところは15ミリぐらいの、15ミリぐらいをかけますよと、ね、ということで回答はこのここは入れずにということです。ですから折り目を入れずに折り曲げると、こうカッティングショットしてこう曲げるというわけではありませんよということですね。それから最後はですね、左官関係が出てまいります。でこれはセルフレベリングの床材の候補、これは今年はこの順番ではないかということですね。それから内装のですね、床張り物のですね、下地をですセルフレベリング塗材で塗る場合に何度を一定に練り上げてね、セルフレベリング剤をレベルに合わせて流し込んでいく。流し込み中はできるだけ通風を良くして作業を行う。施工後の養生期間は冬季は14日多いですね、以上とし、施工場所の気温が5度以下の時は固まらないので施工しないようにしてください。まあ、裁断すらいいんです、暖かくすればね。ただ5度以下の時は施工しない、これ正しいです。でこれはですね、セルフレベリングというのは、これは風を通すとダメなわけですね。これは通風をなくしてとか、あるいは防止してとか、まあ、こういう言葉が風を通さないでということであれば正しいわけですね。ということで、よくしちゃいけませんよということになりますね。でじゃあセルフレベリング、今年ちょっと要点として、ここが今年前に出たんで、ポイントは他も出てくる可能性。まずセルフレベリング下地の施工の留意点は、まあ、基本的にはですね、屋根とか浴室には適用しない。ね、それから厚さ、塗り厚さはだいたい10ミリぐらい。イメージしてみてください。10ミリぐらいですよ。いうことですね。それから必要に応じて、まあ、セルフレベリングで自分で固まって、自分で流れていくわけだからね。必要によってはこういう鳴らしトンボみたいなのを用いてこう鳴らしてくださいよ。ということですね。それから養生期間ですけど、これは、まあ、7日以上で、冬季は14日以上になりますよ。ね、それから、まあ、30日以内に、その施工することになりますよと、まあ、こういったような、養生期間は7日以上、冬季は14日、ここが出てるの、冬季は14日ですね。これ標準出てないでしょ。だからこう何日かが出る可能性もあるし、ここ30日以内に次の仕事をしてくださいよと、ね、いうことになってくる、まあ、こういったような清流レベリングについての問題が今年出てくる可能性がありますよと、まあ、こういうわけね、まあ、ということでですね、今年はいずれにしてもですね、こう数値を覚えていかないと勝負になりませんね。ですから今述べたようなところに関わる問題の数値をしっかり覚えていくということが今年の要するに、仕上げの部分の問題。ここ8問出ますから、いっぱいいろんな種類数値を覚えなきゃいけないんでね、これを整理してみましょう。でこれで、答えの、仕上げの説明があることにいたしましょう。